国民同盟は、かつて存在したイタリアの政党。ネオファシスト系政党イタリア社会運動を前身に発足、他に君主党などいくつかの保守政党を取り込んで結成された。2009年3月22日にフォルツァイタリア党と合併して新党自由の人民を結成、政権を獲得した。党首はジャンフランコ・フィーニであった。前身はイタリア社会運動というベニート・ムッソリーニの支持者によって結成されたネオファシスト政党だったが、フィーニにより党名変更、政策を穏健化して、極右政党から中道右派の保守政党への脱皮を図った。極端な勢力が中道穏健化することは、極左の代表だった旧イタリア共産党もそうだったように、イタリアの政治では歓迎されており、この党穏健化路線は国民から評価され、フォルツァイタリアに次ぐ右派連合の勢力へと成長した。ムッソリーニの孫娘であるアレッサンドラ・ムッソリーニがかつて所属していたが、フィーニ党首がイスラエルを訪問した際に、ムッソリーニ政権が人種法を制定してユダヤ人迫害を行ったことを謝罪、祖父ベニートの否定を意味する穏健化路線に反発し、離党している。国民同盟は、党として以下の政治的目標の実現を目指している。MSI 時代からの大きな変化としては、ユダヤ人問題に対する謝罪が挙げられる。もともとイタリアファシズムはナチズムに比べて人種主義に関心を持っておらず反ユダヤ色は薄かったが、後にナチズムの影響もあって白人至上主義を掲げ人種法の制定を行っており、イスラエルらは敵視されていた。親米主義を対外路線として掲げる以上、最大の親、米国イスラエルとの関係改善は困難だが、必要な課題であった。2002年にイスラエル国防軍が聖誕教会に立てこもったパレスチナ解放軍と睨み合っていた際、イスラエル側を支持する形で支援を行った。これをきっかけに関係改善へ向けた両者の交流が始まり、最終的には、イスラエルのアリエル・シャロン首相とジャンフランコ・フィーニ党首の会談が成立する。かつてファシストを信奉した人間として、初めてイスラエルを訪問したフィーニは、人種法制定は誤りであり、イタリアファシズムは全くの悪と謝罪、イスラエルとの良好な関係が築かれた。しかし同時にイタリアファシズムへの批判は、党内強硬派の逆鱗に触れ、アレッサンドラ・ムッソリーニをはじめとする何人かの古参議院が離脱した。だが、イタリア国民間では、過去の清算はおおむね好意的に受け止められた。フィーニが MSI 時代から続けた穏健化改革の結果、国民同盟は中道右派とのさらなる連帯が可能となった。上述の通りフォルツァイタリアとの連合を組み、右派連合を形成したが、経済政策では、党首が起業家であることもあって、新自由主義を標榜する、フォルツァイタリアに対し、資本主義に懐疑的な姿勢を保つなど、MSI 時代を継承した主張を見せた。公務員の多い首都ローマを含むラツィオ地方、及び経済的に困窮する南部を地盤とするのは、このためと言われている。イタリア人の団結と愛国を主張するのも MSI 時代から継承された重要なイデオロギーである。MSI 時代ほど露骨ではないものの愛国主義が最も高まったファシスト政権時代への賛美も行われている。党首フィーニもムッソリーニを尊敬するとの過去の発言を否定する。一方、集会で支持者にファシスト式の敬礼で応える行為などを行っている。MSI を中心にしつつもいくつかの政党を取り込んだことや、その旧 MSI 派でもフィーニの改革によって対立が生じたことで、国民同盟は他党より方針を決める上で派閥政治が重きをなしている。これらの派閥は右派、民族主義という点では合致しつつも、キリスト教をめぐる問題や労働問題といった経済政策、宗教政策を決める際に、政治的な駆け引きを繰り広げた。自由と人民に合流し、2008年の総選挙に勝利するとともにフィーニは下院議長に就任した。2009年に国民同盟は解散し、新党、自由の人民を結成。2008年よりフィーニは下院議長に就任したことから党籍を離脱、イグナジオ・ラ・ルッサが党首代行に就任している。ありがとうございます。